前のアクセスお願いしますということで、やってきましたよ。こちら大塚駅でございます。はい、ということでね、今大塚駅着いたんですけども、本日もやっていきましょう。ゆるい各駅下車の旅。はい、言うとりますけどもね。でちなみにね、いつもと違ってね、出口がねこっちとねこっちがあるんですよ。右行くか左行くかね、迷ったら左で行きましょう。ってことでね、今からやっていこう。うわ、ちょっと開けてんじゃん、大塚駅って。はい、こちらなんか出てきたら入り口になんか書いとるわ。天祖神社って書いてある。で、わかるかな、あっちの方。これ逆光で見えるかわからんけどね、サンモール大塚商店街ってそこがあるわ。ちょ、行ってみよう。でもあれなんかでも神社っぽいな、これ。え、やば、チンチン電車やんこれ。普通の電車これ、チンチン電車じゃない、通ってんかね。はい、ということで着きました。ドン、サンモール大塚商店街、ここ行ってみよう。あれっすね、なんか鳥居っぽいっすよね。天祖神社かなんか書いてあっただけで、なんか鳥居っぽいっすね、入り口。今11時8分なんで、ランチにはええ時間ちゃう。なんか面白いのないかな。速攻すごいね、1、2、3、4つ、1、2、3、4つ道が分かれてんですけど、待って、めっちゃ気になったんやけどさ、大塚ディーパ。まあ僕関西行った時にね、尼崎のライブハウスでディーパってあったんですよ。そこしょっちゅう行ってて、同じなんかな、系列かね。ライブハウスっぽい。まあ、とりあえずまっすぐ進むけ。なんかあれですね、結構店はある割にはそんな活気がないっすね。皆様、豊島区ですよ、豊島区。豊島区じゃない、豊島区です。なのでね、これはもう本当に前回僕がね、目白行った時に豊島区やのにずっと豊島区言うててね、本当に散々ディスられました。あ、これや。ずっと今まっすぐ歩いてきたら、さっきの天祖神社って思うかな。これ何の御利益があるんやろね、この神社は。すごい、さざれ石、あの君が代のあのさざれ石ですね。なんか普通の石に見えません。まあいつもね神社行ってるんですけど、ちょっとなんかわかんないんでね、あんま参拝はしないように、もうちょっと帰ります。ありがとうございました。さて、なんか美味しそうなご飯屋さんとかあったら入りたいですね。うわ、花屋さんや。何これ、レインボーバラ。こんなんある。ちょっと帰り一本買う。ってことで、ディーパまで戻ってきたんで、次左側行こう。うまそう、やば。あ、準備中か。明石焼き、うわ食いたい。ここ何時からや。11時半から。もうあとちょっと時間待って、それもうここで食べます。昼ここで食べるわ。うわ、こういうコーヒー屋さんが一番うまい、マジで。天王寺88本店さん。
すいません。はい。東京コーラ。東京コーラです。はい。駄菓子のコーラさ、いや、後味が緑茶や、面白いな、まずいと思うでしょ、全然いける、後味が甘すぎない。ごちそうさまです。どうも、ありがとうございます。うわ、食った、久しぶりに関西の味や、ちゃんとね、たこ焼きに出しだけちゃちゃんと粉が違ったわ、うまかった。はい、ということで北口来たんですけど、そこなんか沖縄フェアやっとんやけど、やば、うわ、ラフテーある、めっちゃうまそう、うまいよなラフテー、マジで。ちょっと待って、あかんあかんあかん、企画変わってきてまうわ。あいよ、北口こんな感じっすね、なんか開けとうわ、なんか北口はあれやね、今時って感じっすね、南と北で全然ちゃいますね、なんかスタバとかあったりして、なんかようわからん、ちょっとこのビルもおしゃ、何屋さんこれ、こんな感じっすね、焼き鳥屋さんあって、マクロスフロンティアがあるっすね、はい、私の歌を聴け。ここあれ開けすぎて何もないパターンじゃん。うわ、逆光がすっげえから分かるかな、色の輪広場って書いてあるね、あれ何なんすかね、なんかああいうさ、おもちゃなかったっけ、お猿引っ掛けるやつ。マクロスフロンティアのビル、なんか BA の 05BA のあっち01とか、なんかいろいろあるわ、ちょ行ってみますか。たこ焼きまたあるやん、え、あ、チンチン電車、あれ乗る、乗ってみたくない、あれチンチン電車、広島行った時ぐらいかな、チンチン電車なんて乗った。あれ、あのさ、大塚って、お大塚美容形成外科の大塚、絶対うまいやんこれ、え、いや大塚いいですね、ちょっと僕分からんけど、これ住みやすい街ちゃう、結構都心の方に出るのね、隣池袋やから行きやすいし、で飲み屋も全然あるでしょ、ただコンビニがそんなないっていうね、そう、赤ひげ薬局、これはね、もうあれちゃう？夜美女世代大歓喜ちゃう。男性ホルモンありすぎて頭ハゲとんねんからな。絶倫とかそういうのじゃなくて、チンコ大きくなる薬とかあるか聞く？行ってみよう。行ってみよう。行ったったよ。一応ね、ありました。なんかストロングなんとかみたいな、膨張率を上げるみたいなのがね、あったっす。ただ1ヶ月180粒で14,040円。一応ね、その大きくなる度合い何センチっていうのは個人差とかになるらしいんですけど、これはね、ナンバーズ4ストレート当たったら間違いなく僕買いに来ます。買いに来るぞ。やっぱそこの自信ってやっぱあるやん。僕ほんとこんぐらいなんでね、膨張してもね、膨張したら多分ジュース平均ぐらいなんですけど、もう通常時がもうこんなんしかないんでね、本当に悲しいわ。チンチン電車乗りたいな、チンチン電車乗っておしまいにしたいんやけど。まもなく三ノ輪橋行きの電車が参ります。これや、ホームタクシーが2人でお待ちください。まもなく和田行きの電車が参ります。チンチン電車来た、ホームタクシーが2人でお待ちください。かわいいね、なんかでも綺麗やね、
こっちが古いのかな、こっち新しいよね絶対。はい、ということでチンチン電車もまあ見れたということでですね、今さっきの南口戻ってきてるんですけど、さっき言った商店街の中にあった古いさコーヒー屋さんあったやん、あそこで最後エンディング撮ろうかなと思ってます。ってことでね、結構ねこの大塚駅はなんか住みやすそうな街って感じですね。前回の目白に比べて全然なんかいろいろあるしね、食べるとことか結構あるから。で反対の北口はね結構綺麗かったしね。ってことでバラ1本買って帰りたいと思う。はい、ごめんなさい、ってことで充電がまさかの切れるというね、やってしまったよ外撮影。これビデオカメラやとねちょっと長く回しすぎると充電切れてしまうっていうねあれがあるんですけど、でちょっとおかしいことが起きまして、まずもうエンディングからいきますね。はい、最後、最初言ってたね、お花屋さんで見てください。レインボーバラ買いました。不格好ですけども、今はちょっとね、こちらのガジュマルさんと一緒に置かせていただこうかななんて思っております。で、ってことで本日もご視聴ありがとうございましたって言いたいんですけど、今帰ってきてね、玄関にこんなん置いてあってん。アマゾンたまに使うけど、何も買った覚えないねん。これは一体何ですか？本日もご視聴ありがとうございました。もしね、この動画、ちょっとたこ焼き屋行ってみようかな、たこ八行ってみようかなと思った、そこのあなた、たまにはちょっと大塚とか、ちょっと行ったことないとこ行ってみようかなと思った、そこのあなたも、ちんちん電車乗ってみようかなと思った、そこのあなたも、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、本当にお願いします。言うて、イエス、アークでした。そして、速攻これ開けていくからね、次回これ開けてみます。よし、ってことで早速これ開けるオープニング撮りますか。